ヤー君にはいつも面倒かけてるんで、たまにはベンチからネコマの勝利を見るのもいいんでないの。ああ、山本、まあ練習試合だし、あんなもんだ。うん、振られた喧嘩買うスタイル。同級生なんて特にこれから長い付き合いなんだからさ。今はあの3年のミドルブロカーには、ごもっとも。たまには首相にもかっこいい仕事させてちょうだいよ。いや、後輩を信じてや。バレエ始めた頃から中学まで。ナイスレシーブ。逆ならいちいち体勢崩さず取るだろうけどな。シー、さすがだな。タコイコメ、ブロックの面積広げろ。切るぞ。ああ、みんなもう来てるか。よし、よし、行くぞ。一本上げるぞ。おい、先行くぞ。結構むずそうだな。毎日よく飽きないな。そんな暇があったらバレエの練習しようぜ。スポーツは特に好きじゃないけど、ちょっと楽しかった。20センチ以上の身長差で異能家と互角以上に戦うなんてすげえな、ちびっちゃん。あ、でも君はもう少し高校生らしくはしゃいでもいいんじゃないの。若者だね。苦労、今のやめない。なんか恥ずかしい。いいじゃねえか、雰囲気雰囲気。自分らへの暗示みたいなもんだ。ということでやってみなきゃわかんないと思います。それにグーはチョキに勝てるけどパーには勝てないと思います。まさか自分がもっと追い込まれる作戦出してくるとはな。バナナ食べなさいよ。必死の見た目はダセえもんだろ。お前こそミカちゃんに振られた傷は癒えたの。決勝で会おうぜ。あの下手くそを狙いたい気持ちは非常によくわかるけどね。お、いや、猫をかぶるという技を身につけたらしい。お前のそういうまっすぐバカっぽい感じ嫌いじゃないよ。俺はこいつ鍛えるのに忙しいんだよね。有名下手くそトップ2。まんざらでもない顔してんなよ、鬼先輩。うぇーうぃー。たまには目立たせていただきます。だとさ、モテモテだな、ケンマ。でもよ、攻略できちまったら終わりだし。ケンマなら気づいてるのかと思ったぜ。なってるし。なってないし。なってる。なってない。お、もしチビちゃんがうちにいたら、お前ももうちょいやる気出すのかね。だってお前、チビちゃんの試合見てるとき、買ってきた新しいゲームを始めるときみたいな顔してるよ。ていうかさ、どんな顔。ワクワクが。してないし。してるし。してないし。してるしてない。ふぅ、いよいよ油断ならない感じになってきたな。ペナルティをこなす姿に異様な貫禄。朝5時頃、寝坊助手の研磨の部屋にしょっちゅう電気がついてて、早起きなら問題ねえだろって。主役は遅れて登場ってか。あなたは相変わらず会場引き込むね。なんなの、宮城には手とないの。あのチビちゃんにいいとこ全部持ってかれんじゃねえの。同じポジションだろ。それにエースがトップ3だからってチームもトップ3ってわけじゃねえぞ。でもお前らのこの内訳は3本の指に入ってくるやつだぜ。知らん、あんまみんな。よし、完璧なトス。あ、大失敗じゃん、挑発上手のクロー君。いや、だって思わないだろ。うん、うん、うん、あ、必殺技。これで天魔がゲームやってる時の半分くらいでいいから、バレーにアグレッシブになってくれたらな。勝手なテレコをやめてください。お前、下手くそには下手くそって言ってやれよ。具体的にな。かっけー。おお、ただ信勝くんか。おやおやおや、どんまい。脅すらいならあげないでください。失礼します。何、天魔が5本も自主練に付き合っただけでもすげえぞ。僕が親切なのはいつものことです。何もそんな目で見なくても。レシーバーの皆さんが寄ってたかっていねえぞ。いつも通り行こうや。やっぱり猫間のクローあたりかな。おい、スイッチしてやがった。君らの言うヒョロヒョロのチビとは、俺たち猫間の背骨で脳で。それに君、ミドルブロカーならもう少しブロックの練習した方がいいんじゃない。どうしてかな、あいつら。ちょっとブロック飛んでくんない。こいつ全国で5本の指に入るくらいのスパイカーだから練習になると思うよ。もう他の練習も集まってきてる。まあ、サクサのいるイタチ山は優勝候補筆頭だけどな。2枚でどうだ。メガネ君はストレートをきっちり締めとけば。聞きたいことがあるんですが、いいですか。いいよ。はいはい、急いで急いで。まあいいや。人数ちょうどいいから3対3やろうぜ。これすげえバランス悪くないですか。いいじゃねえか、昼間やれないことやろうぜ。続きは明日な。190センチが2メートルになった。腹が減っては戦はできん。実際負けてるんで黙りますね。それに慣れてみせるよ。正常に働くために。やる。
慣れてみせますよ。はあ、当然だろ、相手が相手だぞ。今のは擁護できない。まあ大事だな、チームって複雑だからな。やめんなよ、お前は鋭い観察眼を持ってるし、今の 1,2 年はお前の凄さを分かっている。お前は絶対にチームを強くする。へえ、でもしかもそれをスパイクの威力を落とさずにやってる。全国校はそれじゃあ取り返すか。一番ブロック、極力横飛びすんな。すまん、そうだな、俺とは交代なし。飛ばしすぎ、悪い。芝居は一瞬頼む。詰め合った、チー止める。一セットごとに負けた方はペナルティでフライングコート一周。昨日オタクのメガネ君の機嫌損ねちゃったかもしんない。っていうか、おい、なんか人足んなくねえか。そっちも3年全員残ったんだな。ガラスのチビちゃんは確かに得体が知れないし脅威だけど、それにあの身長だし。ああ、ベスト8止まりだ。では上じゃなく前に出せ。リエフ、お前役のとこでレシーブやってたんじゃないの？スパイカーと1対1の時は基本的に相手の体の正面じゃなく、ゴミ捨て場の決戦ってやつをさ、なんとか実現したいんだよね。まあ俺の練習でもあるわけだし、細かいことは気にすんなっつーの。今の狙ったのか。よし、撤収だ、行くぞ。剣馬クロ、またね、翔よ。その時は覚悟しとけよ、カラスナ。山本、うるせえ。やめとけ山本。そんなせこいことしません。ちゃんとグッてやって測ってます。山本、そんなに元気ならてめえだけ練習量増やしてやろうか。相変わらずの重役主勤か。できたじゃないですか、見ました。バカ、前見ろ。これがブロック、飛びますでば。うるせえ。バンザイブロックすんなつーの。真ん中抜かれてんじゃねえか。飛んでるせえ、クロー、黙らせろ。僕てめえ2組クロー鉄郎知ってる。中学の1年生大会でお前んとこにボコボコにされたんでね。ああ、入部はもう決めた。はあ、一番は俺です。女子アナにインタビューされる準備もできてます。お子さいさんさんだってんかな。親睦会的なあれでなんか食ってこぜ。肉だから、どこさいさんさんが足りてない発言はやめていただきたいね。ロング全国制圧。うん、剣馬、寝る前のゲーム禁止っつってんだろ。睡眠の質が落ちるでしょうが。ほら野菜も食えよ。剣馬もだ。こら、なに、俺だって、なあ、自分の布団だけ敷いてやがる。まあね。はあ、俺らは化粧行く気満々でした。くそ、かっこよしおかよ。くそげ、ソース見てから飛べっつってんだろ。リーダーブロック、今日はよろしくお願いします。あ、こいつ食えないタイプのやつだ。次も負けません。怖い、怖いから。